久保さん、なんか気づいたらビヨンド終わりますね。次の久保さんのターンで終わりですね <laughs>。まあ、あのー、なんだかんだ言って、999本。これでシリーズで、シリーズで今、何本取ってんだえっ、ー、とね、1、2、3、4、5、6、7。久保さん、7ですね。7000本ぐらいですね <laughs>。 億万長者合宿、億万長者合宿、リメンバー、億万長者合宿、レイジ、億万長者合宿、リターンジュ、億万長者合宿、マトリックス、億万長者合宿、レサレクションズ、億万長者合宿、ビヨンド。7000です、約。<laughs> 約7000回。全部999話なんで。すごいですね、久保さん。<laughs> 約7000本ですよ。約7000本とかにしておきましょうか。一郎もびっくりですね。2000本あんの何倍だみたいな。 来ましたね。だからこれ、このシリーズで1万本いけますね。うん。まああの、別にこれ、なんですかね。お金もずっと生きてる上で必要ですし、どうや、なんかやらないといけないですからね。うん。まあ僕はネットビジネスでこう、生計立ててますので、まあ発信は続けますね。うん。別にまあ、なんですかね。えー、ネットビジネスでもいろんな稼ぎ方ありますけども、 僕はまあ発信を続ける。で、この誰もができない発信のスタイルを続ける。だってみんな真似できないじゃないですか。多分、久保さんとの7000本のラリーできるのは僕しかいないので、うん。<laughs> 僕しかできないことをこれからもやります。いってらっしゃい。